どうもマッチョ天狗マンでございます。我が輩はですね今いる場所なんでございますけどもね、こちら、戦国の名城滝山城あと入り口でございますということで、今回も始めていきたいと思います。てんちゃんのガチで一人で行かせろということで、今回も我が輩を連れてきてくれたのはこちらガチサイクロンでございます。ということで前半は、この滝山城跡入り口を入ってですね、滝山城跡に行くわけではなくですね、そこの、近くにある神社に参りたいと思います。そしてね、後半に続く、心霊スポットに行くためにですね、我が辺は、神社でお参りして、後半の心霊スポットにつなげたいと思います。それでは行きたいと思います。それでは参りたいと思います。もう真っ暗ですよ。見て、真っ暗。そうですか。いや、なんか滝山城跡はなんかヨッシーがね、我が輩あの宇都さんとね、ヨッシーと監督来たことあるんですよね。我が輩は実は来たことないんですよ、滝山城跡は。何、めちゃめちゃこうなんか雰囲気ある怖いとこじゃないか。道はこっちでいいのかな。我が輩が向かう神社はよいしょ、いいんだよね、この先で。ここ登っていけば着くと思うんですよ。いや、めちゃめちゃ雰囲気ある。あ、あそこに鳥居がありますね。なんかね、そのまあすいません、ね、話してる途中で、これ多分もう Google マップ先生なくても大丈夫か。着くな。よいしょ。よし、行くか。いや、かなりの勾配ですな。この先に神社があるんですよ。我が輩は初めてなんですよ、滝山城跡は。ねえ、ヨシ殿が言ってたのね、そんな大したことないっすよって言ってたんですけど、そりゃ3人いるからな、3人いるからそう思うだろうよ。でもな、一人で来てごらん、怖いぞ。十分。あ、お墓ですね。失礼します、マッチョ天狗マンと申します。よろしくお願いします。この先だと思うんですよね。おお。これは下が多分あのお堀だったんですかね。わあ、竹がすごいですな。すっか、怖いよやっぱり。登っていくと本丸があるのかな。これも登ってるもんな、かなり。
いやもうだから、まあ、神社に行く途中にもうすでにもうだから要は竹山城跡をこれも紹介してるね。うん、ここが竹山城跡ですから、ここはもう立派な心霊スポットですからね。でこの竹山城跡、確か我が輩が知ってる限りでは、まあお城で、であの武田軍だっけなに攻められて、ででもなんか大丈夫だったんですよね。あのそんなとこ攻めてる暇があったらいろいろやれと、あの敵の方のねお偉いさんが、何だっけ、武田の誰だっけ、まああの攻めてきたあのかなり勢いのある武将らしいんですけども、ここに攻めてきたんですけども、とりあえず城を潰すことなく、助かった城でございますね。それでこの竹山城跡をこのにいたその、いろいろな、人たちはですね、八王子城に行くわけですよね。要は移動するわけですね。お引越しみたいな感じでね。でそれがそのまま、残されたのがこの竹山城跡っていうのを聞いておりますけどもね。で結局その八王子城はまあそれは悲惨な感じでね、落城して、そこも東京随一の心霊スポットになると。だからまあ要は関係があるし、まあ城だから、まあ、ここで戦いもあって人が全く死んでないわけではないのですね。だからもうここもやっぱり心霊スポットということらしいですよ。ああ、しょ。まあ我が輩の説明じゃね、あのあれだ、もうあのいい加減すぎてな、まあ、ちゃんと調べた方がいいんですけどもね、まあ、大体だからな我が輩はな、大体だよ。とりあえず心霊スポットだから行く、ただそれだけだ。おお、いやかなり雰囲気あるよ、もう本当に。そこそこ登ってきましたけどね。いやここ一人は怖いよ。おお、なになになに、怖いよやっぱり。何が大したことねえだよ、心霊スポットに大したことがない場所なんかねえわ。これは、まだ先かな、神社は先かな。いやね、八王子いっぱいいろいろ行ってきましたけどね、まだまだあるね。うん、それにね、あの八王子に住んでいる地元の皆様なんかね、もっといろいろ細かいところを知ってるはずなんでございますよね。うん、まあ我が輩はその分かる範囲でしか行かないからね。なんか先に今光らなかったか。ちょっと待ってね。よいしょ。あ、こっちがなんだろう。うわ、怖えな。何これ。戦場時期。こっちとか、こっちじゃね、このまま真っ直ぐのはずなんだよね。いや怖いぞ。
全然怖いじゃないですか。こうやって歩いてるだけでもね、うん、なんかいろいろいそうだしさ、まあいるんだろうけどね、うん、滝山城跡だってやっぱり有名な心霊スポットですよ。なんだろう、番組的にはね、絵的にはいいんですよ。で、実際に、神社に行く途中にね、こうやって竹山城跡をね紹介できるっていうのは番組的にはいいんですが、ものすごく怖いです。やっぱりね、もう八王子来るたんびに思うけどね、八王子は奥深いんですよ。神社はまだか、怖いよ。もういい加減、もうずっと怖いよ。あの灰は結構奥まで行くんだね、神社までは。いや、うわ、なにもうびっくりするわ。この雲の糸がね、こうガチさに光ってね、こう怖いんですよ。こうピーッと横にね、雲の糸が光るとね、なんだってなるんで。あ、なんかちょっと広いところに出たけど、これなんだ、こう、ええー、な、結構これ前半で、後半分のなんか撮ってるぞ。なんか音すごいいろいろ聞こえるけど、どう、みんな聞こえるかい。コメントどんどんよろしくお願いしますね。おい、どんどんなんか山道になっていくしさ。ここは何なんだろう。いやちょっと我が輩もうほんと結構山の中来たよこれ。今週も頑張っております。てんちゃんのガチで一人で行かせろ、みんな応援よろしくお願いします。まだこれ無料部分の前半でございますからね、まあ、とりあえずまあ今日は前半もぶっちぎりでですね、楽しんでもらって後半につなげれれば幸いでございます。怖い。で、本丸の方に行くんだよな。で、こっちが、こっちが本丸だから、あー怖い。いやちょっと足元も結構ね、ボコボコなんですよ、下が。結構ね、おお、何、今落としたよね。勘弁してよ。いやちょっとこれ大体これ神社あんのかな、それさえもちょっと不安になってきたわ。大丈夫かな、もう。何、おお、もう怖えな。みんなにも前半からバリバリコメントお願いします。バリバリだよ、もう本当に。もうこういう怖い時はね、バリバリとかね、もう全開とかね、そういうね、こうなんて明るめの言葉をどんどん言っていきたいね、若いはな。あ、こっち行くと本丸、確か本丸すぎるんだよな。ちょっと一回地図で見てみますね。地図見てみましょう。
ちょっと待ってくださいね。お、かなり近づいてますね。うん、何に？かなり近づいてるかな。そうだね。OK だ。じゃこのまま行こう。何？なんか音するけど大丈夫？もう早く行こう。早く行こう。え、何？あれは何？あ、焦った。トイレか。あ、びっくりした。もう早く着かねえかな。え、もうこの暗さでさ、この山奥でさ、神社ってもうすでにもうそこでちょっと体勢を整えよう。体勢を整えよう。ちょっと待って、ちょっと待ってください。よし、よし、よし、行くぞ、行くぞ。誰も来ないよ、こんな時間に電気つけてても助かるけどさ。で、この場所こっちから来ました。で、なんか公園みたいになってます。あれは家かな。え？何この広場は。どうなってんの、どうなってんのこれ。え、ここは関係ない。あ、あれ、ここがもしかして。そう、あれか、ここはそうなのかな。失礼します、マチョレングマンと申します。よろしくお願いします。あ、ここかな。あ、土足系。あ、大丈夫か。うわ、怖え。すみません、失礼します。この建物は以前この中野モール広場にあった国民宿舎滝山荘の一部です。なるほど、神社じゃないんだ。現在地今もある。我が家はどこに行こうとしているんだ。ちょっと待って、ちょっと地図見ましょうかね。おや、あれ、今我がどこにいる。これ外れたのか。おお、外れたんかな。ちょっとトイレの方に戻りましょう。トイレの方に一旦戻ります。怖え、十分怖いわマジで。こっちは何だろう。こっちが本丸？本丸の方なんだ。あ、なんか橋が出てきたな。
これで合ってるかな。いや、めちゃくちゃ怖いんだけど。ちょっと待って、もう落とすんなよ、いちいちよ、もうイラッとするわ。あ、これやっぱこっちだわ、合ってる感じだな、これ合ってる感じ。うわ、この橋もう見え、ごめんね、もうあの下落ちしてしまいました。もうこういう時って大体出ちゃうんで。うわ、これもう怖いな、もう下こうだし。ほんとマジで何が本当に大したことないじゃん、ほんと。うわー、怖い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 、ほんと怖いよ。うわ怖い怖い、これ何、こっちは何なんだろう。あ、なんか石碑みたいな、あ、お墓かなこれ。うわ、すいません、失礼します、失礼します、これ失礼します。石碑でしょうか。失礼します。あ、滝山城跡って書いてある。うわ、何、音がすごい、音がすごい。ちょっと迷うかもしれんぞ、これあかんな。ちょっと待って、ああ外れてる、外れてる、先戻ろう。さっきの橋のとこに戻ろう。うわ、ここ怖いな、滑るかな。いや、もうこれあれだね、あの有料っぽくなってるよね、これね。あ、しかしここみんなにね、まあ、怖いよ、すごく怖いんだけど、ここも無料で見てもらおうと、うん、それが我が輩がね、皆様に送る、もうこう映像のね、皆様へのメッセージでございます。なんかすごい広いところに出たんだけど、すごい怖いけど、なんかお石碑もありますけど、あ、多分ここを上がっていくんでしょう、多分ここを上がっていけば、 ありました、ありました、あった、よかった。あ、霞神社に着きました。ああ、よかった、はあ、これでね、なんだよ前ちゃん、行けてねえじゃねえか前半からやとか、期待させんじゃねえよとかね、そういうの我が冗談じゃないから。ああ、よかったよかった。うっ、なになに、よし、トレーラー行きましょう。わ、ずいぶん来たな。失礼します。失礼します。はい、ここが、滝山城跡の霞神社です。
失礼します。ちょっと失礼します。よいしょ。あ、違う、すいません、逆になっちゃいました。はい、よいしょ、ありがとうございました。よいしょ、ちょっと見させてもらいましょう。霞っていう言葉が我が輩ね、なぜだか大好きなんですよ。霞神社ってすごく素敵な名前だなと思って。ちなみに別にね、霞って女の人と付き合ってんでしょうとか、そういうわけと全くないんでね。はい、霞ってなんていうの、こう霧とかそういう霞ってあるじゃないですか。霧系のね、霧系のね、そういう霞んでるとか、なんかこう霞んだ感じとか、そういうのがね、なんかちょっとね、この感じ自体が若いです、すごく好きで。はい、ありがとうございました。裏をちょっと行ってみましょう。失礼します。これ変な方行くとね、これまたも帰れなくなっちゃうんで、戻りましょう。戻りますね。ありがとうございました。ガチシリーズをどうかよろしくお願いします。じゃあ戻りましょう。さて、戻り方なんですけど、もうこっちの、なんだろうな、石碑とかすごいたくさんあるんです、ここ。こっちもありますね。こう、いろいろね、ちょっとこうどんどん移していきたいんですけども、皆様もね、ほんとね、感じたりしたら、ちょっとでも感じたりしたら、おお、何、もう、感じたりしたら、別に前半後半とか関係ないで、どんどんコメントの方よろしくお願いしますよ。はい。じゃあちょっと戻りましょう、戻りましょう。これ、どうすればいいんだ。まず、橋を置く。渡ってまた戻りましょう。いや、結構来たからな。よいしょ。これ大丈夫だよね、若い。ああ、大丈夫大丈夫。これでガチサートが切れたらちょっと最悪だな、ほんと。おー、怖い怖い。ほら、もう怖い怖い。ほんでもう、何？もう落としたよね。もう、ちょっと急ぎます。頑張るぞ。もうちょっと今週も頑張るから。ほら、もう。なんだよ、もうこの音は。ほら、戻るよ。こっちか。
どっちだ、どっち、あ、こっちでいいんだよね。あれ、さっきトイレついてたよね。あれなんで消えたんだ。あれ、トイレが消えましたよ。急に、え、そ、なんかこう、え、たまたまかな。たまたま、たまたまだね。怖い怖い怖いよ。ちょっと怖い。嫌な予感がするよ。戻ろう。二の丸、本丸、こっち、あ、こっちだ。いや、もう怖いわ。あ、あのね、あの、もう11月ね、入って、あの、中旬に入ろうかなんていう時期ですけども、なんかね、あの、冬の方がね、やっぱりね、あの、心霊スポットってのは怖いんですよ、すごく。夏なんかより、夏よりね、我が輩はね、ずっと経験してきたか分かるけど、冬が怖いです。うん、その寒さとね、その心霊スポットのその現場の寒さと、あとね、やっぱその恐怖と不安と、まあ、そういうのが織り交ざってですね、そういう不安を出してしまうと、そういうね、心霊の方々たちは、こう、なんて言うんだろうな、現れやすいというか、そういうのも昔から話聞いたりしますのでね。ちょっと、戻りましょう。なんだあの黒いのは。え、なんだあのバスドラムのケースかと思ったわ。違えわ。違うね。戻りましょう。え、これでこっちからこう来たから、いきなり前半戦から取れ高十分だろうっていうね。感じなんでございますけども、ちょっとね、またこれでさ、行きも取ってちゃんとね、メインを取れて、その帰りもね、じゃあちょっと、あの、十分な、あの、画像が撮れたので、ついてからまた撮りますって言っても、その間に何が起こるか分からなかったりするし、基本的にはね、我が輩が途中で止めたりするんだけど、ガチシリーズは途中で止めないんでね、基本的に。まあ、ただ本当に危ないところとか、そういうところはもちろん止めますけど、我が輩もなるべくならばね、皆さんが楽しめるように、こうやってね、頑張っていろいろ喋りながら、皆様がコメントを書いてくれないと我が輩一人で喋ってることになるからね。よし、わー、びっくりした。だから撮ってる時はみんなと、あの、このガチシリーズを見てくれてるみんなね、 GTG のみんなもそうだし、初見で見てくださってる
皆様となんか会話してるんだぞっていう気持ちになりながらこういうところに来ないと本当にやってられないんでね。よっしゃ、戻るよ。でこの後編ね、この竹山城跡に続く後編の心霊スポットもまたちょっと我が輩行ったことないんですよ。だから前半も後半も我が輩が初めてのところなんですね。なのでちょっとすごいドキドキしております。すごい音鳴るなここ本当。いやいやいや怖い怖い。こうお堀の方についてまいりましたね。でも結構歩いたからな。だからなんか早朝からとかね、まあ、明るい時に、この竹山公園じゃ竹山城跡、来ますと、まあ、その登山軽い登山コースみたいなね、ハイキングコースみたいなそういう感じで来られるとすごく、楽しいと思われるんですけども、やはりね、初っ端からねこの心霊スポットだっていう気持ちで夜来ると、もちろん初っ端からずっと怖いです。さあ頑張るから。でもこれまだ後半あるんだもんな。でもここのところね、我が輩の天ちゃんのガチで一人で行かせたら結構まあみんな的にはすごくライトな、感じがずっと続いてたと思うので、まあちょっと、いやちょっと仕切り直そうと、天ちゃんのガチで一人で行かせたらはまだまだ、ぶっこんでいきようというところをですね、まだまだ今年もうちょっとですけども、そして来年に向けてね、皆様に楽しんでもらえるように頑張れたなと和歌山町天狗は思いますので、どうかよろしくお願いします。いやもうまたねこの下り道はなんかこう探してる間はこういろいろね場所を探してやれるね、その今から行かなきゃいけない現場を探しながらっていうのは気をちゃんとねこうしっかり集中しながら歩いているんで、まだ自分の気が紛れるんですけど、帰りはねあとこれ下ってガチサイクロンに戻るだけなんで、ちょっとねなんて言うんだろ こう急ぎ足にもなりつつ周りにも気にしなきゃいけないんだけど、ちょっとした油断っていうねこともあり、あと戻るだけだっていうね、まあ、そういうところで出てこられちゃうと我が輩多分かなりのパニックを起こすんで、ちょっと気を引き締めてねちょっと、はい、バイクに戻るまで気を引き締めて いかないといけないんですよ。もう十分ね今回もこれね竹山城跡でね写真撮るポイントっていうのはものすごくいっぱいあったんですけども、やっぱりねこれはやはり無料でございますから。あこっちにもなんかお社様みたいながありそうな感じの階段がありますけど、まあいいでしょう。あそうですね、さっきの鳥居が見えたな、あれか、ここはいいでしょう。ちょっとさ早くね、ちょっと戻りたいんで。うわもう怖えわ。ああ焦った、ちょっとガチサイクルも見えてきました。
あ、よかった。はい、ガスサイクルに戻ってまいりました。あー、竹山城跡怖いじゃねえか、よし。もう本当に。あー、ということでですね、今週の前半無料部分はですね、八王子市にあります竹山城跡にあります霞神社に行ってまいりました。しっかり、ちょっとね、順序間違っちゃったんですけども、しっかりお参りしたので、後半に向けてですね、頑張りたいと思います。後半もぜひともね、有料課金になってしまいますけども、皆様どうか我が輩マッチョテグマンにお付き合いよろしくお願いします。後半も頑張ります。ここから先は有料です。後半もお待ちしております。